トがその前を行くのか、ベテランの中澤と敏郎なのか、2列目の荻原、豊原、そしてヤマハ最上位の田中、誰がホールショットを取ってもおかしくない2023年開幕戦 JP250 ダンロップオフィシャルタイヤサプライヤー決勝周回は10周、全車がグリッドロックオン、レッドフラッグマン退去、シグナル中国、2番手野村優斗になっていますね。2番手野村優斗